ヤーゼル・アルモサイレムは、サウジアラビア・アハサー出身のサッカー選手、あるアハリ・ジッタ所属。ポジションは GK。元サウジアラビア代表、あるアハリ・ジッタの下部組織から所属しており、2005年にトップチームに昇格した。AFC アジアカップ2007の準優勝メンバー。同大会では6試合すべてに出場した。2018年、ロシア W 杯2次予選では、聖 GK。 ハーリド・シャラー・ヒーリーの控えとしてメンバー入りしており、最終予選では、シャラー・ヒーリーがメンバーから外れたため、第4節までレギュラーを務めた。第5節で、ムハンマド・アル・オワイスが先発出場を果たしたものの、再びポジションを奪い返し、第6節対戦で先発に抜擢された。しかし本戦出場へ大事な試合である第9節 UAE 戦では、 アブドゥラー・アル・マイウフが起用され、続く第10節日本戦でもマイウフが起用された。以降はマイウフだけでなく、オアイスが再び代表に定着。二人がポジションを争う中で自身は割って入ることができなかった。2018年5月1日、サウジアラビア代表の予備登録メンバーに選出され、6月4日には23名の本大会行きのメンバーに選ばれたが、 初戦のロシア戦ではマユーフ、第2戦のウルグアイ戦ではオアイスが、そして敗退の決まった第3戦エジプト戦で自身は出場を果たした。そのため、本戦では選出された GK3 人が全員1試合ずつ出場したこととなった。モサイレムは敗退が決まってから出場したため、事実上第 3GK だったと予測される。ありがとうございます。